はい、皆さんこんにちは、リーです。今日も天気はいいんですけどね、自粛生活まだ続いております。で、今日はですね、練習道具を、作ってみようかなと思っています。で、以前紹介した100均で売ってる、セリアなんですけども、プールスティックですね、こうやって子供が持って泳ぐようになるんです。で、それをですね、切ってましたね。切って。で、こう、パンチの練習だったりとかしたんですけども、これね、短く切って、二つでこうね、スティックミットの代わりやったらどうかっていうね、話もしたんですが、もうちょっとね、持ちやすくするために、このような塩ビパイプを、準備して芯にしようかなと思います。で、以前ね、うちにあったやつを入れたんですけども、これちょうどね、ここの、この穴に入れたんですが、結構スカスカだったので、今回はですね、16ミリですね。こういうやつ。見えるかな ?16 って書いてるんですけどね。で、大体ミパイプだとグレーのが多いんですけども、この黒いやつがちょっと高かったんですけど、まあせいぜい100円、200円ぐらいのものなので、非常にね、こっちも含めて300円ぐらいできるのかな。で、それが2つセットぐらいできると思いますので。で、これをこの中に入れます。で、そうするとね、接着剤とかつけなくても、十分固定されると思いますので、ね、抜けることはまずないかなと思います。よいしょ、こんな感じですかね。少しね、持ちやすくするためこんな感じで、実はね、もう一個こういう感じでいました。で、さっきね、娘と一緒にね、こういう感じでパンチの練習ということで持ってね、パン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 と。で、私なんかはミット持ってね、こういう感じで受けたりとかで、ハンドミット逆にしてこう持ってね、やったりして、手首折れちゃったんで、ちょっと痛いんですね。痛いんで、もうこういう感じでね、もうこれ力というよりも、反射神経だったりとかね、そういうので、スピードを出すための練習でやります。これでワンツーでパンパンとね、パンパン打ったりとか。あとこれで、ディフェンスの練習とかね、打ったところ叩いたりとか、だから受ける方もパンと受けたりとか、ダッキングしたりとか、そんな感じで、非常に使いやすいです。あとね、これカリスティックの代わりでね、こうやってみるのも、風の抵抗を受けて非常にいいと思いますんで、で、あと部屋の中とかね、結構ね、棒だとガンガンぶつかって傷になったりとかするんですけど、これだとね、ぶつかっても全然問題ないですね。で、当たっても痛くないし、やったりとかね、あとは子供と一緒になんかこうフェンシングごっこやったり、チャンバラごっこしたりとかね、非常にいいと思いますんで、ぜひね、やってみてください。これ商品化したらめちゃくちゃ売れたりしてね、いいと思いますね。2つでだいたい300円ぐらいでできます。作る時間はカットするのと、で、これはノコギリカットするので、あと通すだけなので、まあ、10分以内でできるものですので、ぜひやってみてください。では皆さん、ごきげんよう。さよなら。